同じような展開が続いたと手数を出すべきだ、ったんじゃなないかなと思いますえ斉藤選手と平本蓮 <laughs> 選手の試合はえ判定がスプリットのディシジョンになったんですけどもまあこの試合もあの記者の皆さんたちもそうだし見てくれてたファンの皆さんもやっぱりどちらかがあのポイントアウトするような,なんかこう3ラウンド通してですね圧倒的なあの判定で。 えー、手が上がる局面は両者作れず、まあ、同じような展開が続いたと、まあ、平本選手が、あのーえー、平本選手に上がってもおかしくないような状況だったかもしれませんがただ、基本斉藤が前に出て平本が勝つためにはやはり自分から手を出してもう少し、えー、打撃のスタンドでの局面で。<laughs> 手数を出すすべきだったんじゃなないいかなと思います、まあ、ここはあのレフェリングの中での評価がどうだったのかはまたあのレフェリー陣とも僕も共有していきたいと思いますがただ、斉藤選手も1年ぶりの3連敗後1年ぶりのえ多分この試合に負ければ引退ということもある部分あの脳裏をよぎる中でえよくあの戦い抜きましたしまあ上昇 というか2連勝して勢いに乗る、えー、平本選手若,若さ含めてですね、えー、それをしっかりあの受け止めてよく戦ったと思います、まあ、平,本もあの平本選手もあの一方的にやられたわけではなくあのここまでこの試合にかけてきた、えー、練習の成果あのそれがあの見て取れるものでしたので。まあ 両選手ともにです、ねまあ、上の4人あの次の展開が非常に興味を持たれる、えー、状況かなとそう思っています。